5番の三沢です。あとは井上周後方の8番手つけては三浦龍平です。井上周もギア倍数 3.79 から 3.86 に変えています。初日まくり2日目後ろ混戦尻目に逃げ切っています。地元完全 V がかかっています。井上周狙っているでしょう。井上が上がってここでわずかに先頭、井上先頭です。2番手6番の三浦、外から8番の田村純一、田村が上がっていくか。井上をかぶせて8番の田村が上がりました。2番と小笠原、あとは5番の三沢、井上周がこれで4番手、井上4番手だ。後ろ6番車、あとは4番3番9番7番難関勢後方です。先行は8番の田村、番手は2番の小笠原、3番手5番の三沢、さあ4番手から井上周まくってきました。6番の三浦がその後ろに入っていますが、さあついていけますかどうか。ここで1番の井上周がまくって先頭、6番の三浦龍平が離れた。あとは6番4番取って直線コースに入りました。井上周まくって先頭だ。井上先頭、外から4番大外3番ですが井上周です。